昨日は浜松駅から東京駅に行き、ランチはフレンチシェフのエビ丸ラーメンさんへ行きました。メインの前のスパークリングワインもアニューズのスープも美味しかったな。元祖エビ丸ラーメンはまさに飲むオマールエビでした。四谷のホテルウィングにチェックインして、西荻窪のすっぴんバカ笑いさんへ行きました。お昼の1時から営業していて、店内も賑やかでお料理も美味しく元気をもらえるお店です。その後布袋さんのコンサートで盛り上がったまま、中野にあるビール大学で美味しいビールを飲みました。ふらりと立ち寄った店で日本酒とお寿司、最後は中野あっかさんでワイン。濃い一日に感謝し、眠りにつき次の朝ホテルの朝食を楽しみました。シェフが目の前で焼いてくれるフレンチトーストは絶品です。今2名様分なので、今2名様分です。長いよ。長い。美味しい。後で。撮ったのよ、ちゃんと。動画しか撮んない。そうだな。ちょっと立ち直りつつあるぐらい今。すごいね。ねえ。お兄さん、今これ、おかわり注文してもいいですか？今日はね、西荻窪のお店から紹介されてきた。すっぴん、そうすっぴん、すごいドンピシャで手取った。新宿でどこがいいって言ったらここ。芋の水割りです。芋の水割りってお願いします。2名様は1人2切れです。4切れ乗ってるとこが2名様盛りです。はい、で、サイナの6種盛りですね。はい、こちらから釜揚げしらすと干し豆腐のナムル、こちらがささみの柚子胡椒マヨアイス、2人と一緒に召し上がってください。で、もなかと梅クリームチーズで、こちらシャインマスカットの白あえで、スプーンの中にはですね、京都の泡フレンガご用意しても、ちょっと開けていただいても、はい、かわい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 い、ふくらでいいね、うん、ふくらでいいね、かわいい、かわいい、横がなくなってくれたんだ。もうそれでもダメだ、絶対に。これ何？濡れないところに行くと。出生リポン。そう。だから私ができるのは、私の分は返す。あ、面白かった。面白い、これ。あ、そうで、あ、こう。今まで何やあるの？大きくなったなっていう。あるけどさ。はい、じゃあ、はい。そう。あ、これも分かんない。そこもね。はい。すごいね、これ。泳いでる。
身がめっちゃありそうな。そうなんですよ、ね、すごいびっしりと入っていて、うんうんうん、ちょっとみんな見て見て、みんなちょっとみんな今ほぐしてくれてるからみんな見て。みんな見てる。ちょっと、じゅんこ、来るよ。そうですね、たっぷり。たっぷり、たっぷり。よいしょ。よいしょ。起きないよ、浜松祭り。やっと、やっと解禁じゃない？ね。ちゃんと開けといてよ。なんだろうね、ありがとうございます。モネちゃんが行くのか。なかなか大丈夫これ。酔わない？こうやって食べるんだね、明太。
東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。ご案内いたします。ご利用のこの列車は東京15時27分発こだま737号名古屋行きです。終点名古屋までの新幹線各駅に停車。新横浜です。横浜線相鉄新横浜線このおばた翔さんっていうところてっぺんさんでいぶりがっこと鮭とば入れてたんでそれで入れ出したんですけど、はい、あとは元の天然岩もくでございます。どうぞ。ありがとうございます。あーすごい、めっちゃ美味しそう。油ノリノリです。あとはサバ狩り、しめサバを炙って貝と大葉を巻いてサバ狩りつけてきました。サバ狩り、サバ狩りトッピング。シュウ君も取っとこう。シラスも青唐刻んだ8種類のお酢が下に入ってるんで、あの混ぜて、おろして食べてみてください。おろしもつか、わー、おいしおぎくぼ、おいしおぎ、せーの、おいしょ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 、バッチリです、ありがとうございます。ちょっと こいつをオペ室に運んでください。オペ室早急に手直しをしようと思って。はい、ユテシューさんも石に決まってるじゃないですか。はい、オッケー、そしたら、フィップ7だよね。はい、3、4で、はい、3、はい、なんで去年だって、去年見てないから。ほら、杉さん、おいしいオニオンソースができました。オニオンソースおいしいです。このソースおいしいです。あ、アコちゃんね、さっきのこの